久保さん展開力ですね。展開力。多分ね、展開力ってすげえ大事だと思うんですよ。で、あのー、ほとんどの人はやっぱ展開ができないんですよね。なんか僕もそ、僕もその一人だったんですけど、今は結構ある程度少し展開できるのかなと。ビジネスをやってる人と、ビジネスをやってない人。 であるならば、この展開って違うのかなっていう。で、この前質問があって、なんかあの、あの、中ずり広告についてね、しつあの、ちょっとしこんな、あの、質問というかあ、お問い合わせがあって、で、僕の動画のどっかで、なんかその、中ずり広告をまとめたサイトを紹介している動画があったっぽいんですけども、で、その質問が何かっていうと、あの、 もう時代が古いので、その中ずり広告の時代じゃなくなったんで、そのサイトはなくなったと思いますけど、みたいななんかそんな感じだったんですね。まあそういう捉え方ですね。時代、時代かなみたいな捉え方。まあそういう展開ですよねそ。なくなった。そのサイトがなくなった原因っていうのが、そもそも中ずり広告に需要がなくなったっていうような、まあ展開の仕方だったんですね。でも僕の場合はビジネスやってるので、 たまたまそのサイトはなくなっただけで、広告はなくならないよと。まあ、広告っていうのは、そこに流動があれば、あの、人々が流動があればね、えー、広告効果はあると。だからどこにも広告、広告が出てるよと。ま、あ、言ったのが、山手線に広告がなくなりますかと。うん。まあ、あの、そのサイトはなくなったかもしれないですけど、な、別に山手線の電車広告はいっぱいあると。<laughs> だからそれは、何ですかね。例えば、 4万人集まる球場には広告がどっかにあるだろうしただしあの市民球場にはあの、ね、広告ないだろうしあんまりね、うん、だからその集まる規模によってその企業さんがそこにどれぐらいの露出効果があるのかっていうところで、まあ、あとはそ仲介業者ですね広告代理店みたいなところがあれば、まあ、そこを牛じってるところですねだからあの実はね鹿児島にもあの広告看板が出たんですよ でそこは十字路があって十、まあ、田舎なんですよ田舎なんだけどそこはあの交通量はそこ多いんですよ特にその何すかねうーん鹿児島は田舎なんだけども田舎ゆえにあの車通勤なんですよなので,あので道が限られてるんですよだから大通りに行くためにはこの道みたいななんかそういうのがあって であの休みの日とかすげえ混むんですよ。そこの道しかないんで行くためには。でその十字路があってねそこの十字路ってまあまあの交通量があるんですよね。でそこにあの僕が鹿児島で独立した時と5、5 6、うん、その一番最初の時はなかったんですけどついこの去年あたりかな,なんか10期ぐらい出たんですよ。で広告募集みたいな。で 結論、埋ま、埋まりましたね。<laughs> 埋まってました。10期。1ヶ月いくらなのかなって話なんですけど、埋まりましたね。うん。だから、その、お金を払う人が、まあ、ここは交通量多いから、まあ、広告効果あるだろうなって思っただろうし、まあ、営業マンがいたのか分かんないですけど、まあ、とりあえず埋まり、埋まってましたね。だから、まあ、そう、まあ、そういう展開がビジネスをできて、ビジネスをしてると、そう、その広告の概念を、の、 分かってるのでそうはならないそういう展開にはならないんですよねうんだから久保さんもそのなんですかね全くそのネットビジネスを知らない時はうん多分そのネットビジネスに対しての展開はできないですよねだって知らないんだからだから結構その知るって知って知らないことを展開するって難しいんですけど知ってれば展開しづらいっていうだから勉強すれば知識が増えますよね で知識があれば知識を活用して展開はできるんだけど全く知識がなかったら展開ができない応用ができないってことですよねだから1たす1が分かってないのにあの多分分数とか解けないと思うんですよまあそれもあれもじょ徐々にこう知識をつけていってし知るっていうのを増,え増やしていってお一番難しい問題も結局基盤としては1たす1から始まってると思うんですよねでもそれを知らなければもう、まあ、そもそもそれもできないって話で だからまあ、人間っていうのは難しくてね、ステップバイステップで徐々にこう、知識を高めていかないと、やっぱ展開っていうのは大きな展開ってなかなかできないんじゃないかなっていうところですね。うん。で、なおかつ、あの、勉強っていうのはアウトプットすることも勉強なので、僕と久保さんがよりいっぱい展開できるのは、勉強したいって自分が体験したことを常にこう、アウトプットしている。要は展開の仕方を自然にこう、学んでるというかね、発信しながら学んでいる。 ってことですねだから久保さんと僕が永遠にこのやり取りができるのが別にウグイスパンからでも何でも何でもいいから展開はできるんですよね別にその別にウグイスパンの話だったとしても何すかね別にウグイスパンの話じゃなくてもいいっていう解釈もできるしそれはあくまでもフックで <laughs> まあそこから展開してもいいしそれをきっかけに展開してもいいしみたいな別に何でもいいんですよ でも何でもいけるから、結局、まあ無限にできるってことですね。だから多分ね、僕と久保さんしかこのやりとりはできないですね。この本数をかませるっていうのは。本当に、まあ久保さんもね、たまにこう言いますけど、あのだいたいあの、100ぐらいみたいなね。続いてもそんぐらいとかね。うん。待って、もう4000本か5000本ぐらいになりましたからね。このシリーズで。いいようだと思いますけどね。いってらっしゃい。